ちょっとこういう風評被害もあるんですよ、うん、だからその言うたら、離れてるホテルのキャンセルもありますし、うん、まあ、確かに今このニュースだけを聞いて、はい、そのまあ、箱根に箱根の2レベル2だっていう話を知らなくて、うん、箱根がやばいって話を聞いたら、うん、まあ、箱根じゃなくて別のとこ行こうかなとはやっぱ思っちゃいますよね、どうしても、ね、でも一応、半径が300メーターなんですよ ね、 そうですね、大涌谷は、避難指示が出ているのは大涌谷から半径300メートルですね、うん、この赤い円の中で、うん、噴石の恐れが、これもし噴火したらということなんですけれども、はい、噴石の恐れがあるのが半径 1.5 キロメートルということで、この青い枠ということなんですよね、うん、なので、まあ、強羅ですとか芦ノ湖、それから箱根湯本あたりは全然問題ないってはないって、ね、そこまで聞いてやっと、あ、じゃあ大丈夫なんだって思うけど、ここまでの説明がやっぱ私たちには届かないので、うん、僕ね、ちょうどゴールデンウィークに休みがあったんで、はい、僕行こうとしてたんですよ、はいはい、あの箱根湯本からそこからちょっとあの箱根登山鉄道っていうのがあって、うん、そこが電車で、宮ノ下ってところがあって、うん、そこにホテルがあるんですよね、はいはい、だからゴーラーまで行かないぐらいその辺ぐらいにあるんですけど、はい、ありますあります、そこによくあの2ヶ月に1回ぐらいは行くホテルがあるの、結構いいところあって、はい、そこに休みだったんで行こうと思ったんですけど、このニュースでやめたんですよ、まあ、やめるか、あ、そうか、でも結局意味全然大丈夫だっていうことをニュースで言ってたんですけど、うん、で、ま、じゃあいつ噴火するのに噴石が出てくるんだっていうのもまた分かりませんし、こればっかりはその地下のことですから、まあ、でも私単純だからニュースでやらなくなったらすぐ箱根行っちゃうと思います、あの今はニュースでやってるから箱根行きたくないなって思うけど、うん、もう1ヶ月後には私はもう行きます、でもこの風評被害ってなったら、この VTR のさっきの BGM 良くないですよね、すっごい煽ってる感じだったじゃないですか、だって現段階では半径 300m って本当わずかな距離に対しての避難指示なわけですよね、はい、だからそれはなんか過剰になんか箱根全体ってやっぱりテレビがちょっと煽りすぎてるんじゃないかなって気にしちゃうんです、だって高々 300m ですよ、うん、確かにをさっきなんかね、今から噴火しますみたいな感じの映像だったじゃないですか、はい、確かに 300m なんですね、そうだからそれは300メートルって本当わずかな距離じゃないですか、はい、それをちょっと大げさにやりすぎかなってのと、ただまあ御嶽さんのことがあるんで、まあ、心配する気持ちは分かるんですけど、はい、ただまあ去年の御嶽さんってすごい不幸が重なった事故だったんですね、うん、噴火としては実はあれって小規模で、たまたまその休みの日のお昼時っていうみんながいる時にたまたま噴火しちゃったから、あそこまで人が亡くなったわけで、もしもあれが夜間とかに噴火してたら、まあ人は当然そこまでしてなかったわけですよね、だからまあ今回も過剰にちょっとそういうことを恐れすぎてるんじゃないかなっていう、いやでも国としてもそのもしもうそうなってしまったら困るから、やっぱ過剰に反応したと思うんですけど、うんうん、さあ、前園さん、はい、前園さんの地元でございます。